えー、あれこれあれ入ってる入ってねえか。入ってるこれ。入ってるこれ。入ってるね。ではでは、ギターのね。 コード理論ねギターのコード理論もう一回コード理論をねやっていきましょう,うギターのコード理論ねまあこのモードっていうのがあってあミクソリディアンとマイナーキーがあるわけよねミクソリディアンとマイナーキーまあよく使うのはミクソリディアンとドリアンまあフリジアンでもいいんだけど6リアンはあんま使わないですね だけどこの6リアのでやこのこのインターバルねこれ半音がまあその4度とこの5度のところにつながるとなんでこう暗いのかというねこれが暗いよねでこっちも暗いよねまあこの音とこの音がまあメジャーサン度の関係にあるんだけどメジャーサン度の関係と 4度の関係とメジャー3度の関係とマイナー3度の関係とまた4度の関係ですよね多分これが6リアンスケールを暗くしてるんじゃないかなって自分的には思うんですよねこれは4度の関係ルートから4度の関係と4度の関係とマイナー5度4度の関係とまあマイナー3度の関係 でまた4度の関係。でメジャーサン度の関係。4度の関係。まあ4度の関係が出てくる分にはまあ暗いんだけど、六リ,リアンスケールほどはエオリアンは暗くないと。ね。エオリアンスケール。A マイナーね。A マイナーね。A のマイナー、ナチュラルマイナースケール。A のナチュラルマイナースケール。 まあ八丁調ですよね八丁調なんだけど A のナチュラルマイナースケールっていうのは八丁調ね A のナチュラルマイナースケールエオリアンこれがアイオリア八丁調ねエオリアンはイタンチョこれは八丁調イタンチョで うんまあこのロクリアンダークスライドこっちこっち,こっち行くとダーク暗くなってこっフォースこっちは力強いリリアンには力強さがあるわけねでブライターってねシャ,シャーペンファッティンダーカーって書いてあるようにこっちは暗くてこっちは明るいわけねだからブライトンロックっていうねあのクイーンのブライトンロックってこれ ミクソディアンですね。E マイナー、ミクソディアンスケール、ブライトロンロックって。まあ、ね、ようね、ん、ジミー・ページはよく <laughs> こう使えたつけだなとね。なるほど、そういう意味だった。ブライトロンロックってそういう意味だったのかっていうね。で、これはほら、ここに B があって、これは B の6リアンですよね。フレット上で見ていくときに、うん、その見つけ方よね。問題は見つけ方。 この全、まあ、音とか半音とかそういうインターバルで見つけてもいいんだけどそややこしいでしょだからこう4度が来て次次の音のインターバルはマイナー3度とかねこれがメジャー3度とかドリアンはまあそういう響きになるわけですよドリアンねじゃあドリアンを探していきましょうねいろんなフレーズの中にドリアンが隠れてるわけですよね ドリアンを探すときには <laughs>、これが D ドリアンね。ここに D ドリアンがあります。こうやって、こうやって、こうやって、うん、こうでしょこれちょっと、こっち、難しいかな。一緒に並べないと分かんない。これを一緒に並べると分かる。ドリアン。これと、もうちょっとこっちしてる。このドリ、このドリアンと同じ。 音下でしょこことこことここが一緒でしょこれとこれとこれでここを切ってここでここだからつまりあとドリアンが隠れてるのは D のとこ探せばいいんだけどここここでも隠れてんだけどここはあの3弦と2弦のインターバルが違うもんだからこ,このこれで何で説明してるかとょうとこれは6弦5弦4弦3弦の インターバルで説明してるわけねこっちはほら3弦と2弦はインターバルが違うでしょ3度であの4フレットと開放弦をこっちは5フレットと開放弦をチューニングするんだけどこっちは四4フレットと3フレットをチューニングするからこのインターバルがちょっとこの形と狂ってしまうわけねでそこをまず頭に入れておかないかドリアンをねじゃあ D ドリアンと同じよね A マチュラル,マ,ュラルマイナーススケールギターは D ドリアンと同じじゃあ D のドリアン出してみましょう D のドリアンスケール D のドリアンスケールここここを見とかないかな高線音ここね高性音こ,れこことこのスケールのこのこの丸のついてるところがねずれないかを見る一緒でしょねドリアン要するに何が一緒かちょっとこのドリアンこのドリアンね 要するにドリアンこのここ,こことこの位置関係が符号するでしょ ?10 フレットだったですよね。八丁調は10フレットだったですね。ということは A ナチュラルマイナースケールギターと D ドリアン D ドリアンは同じということになりますよね。でこうやって見ていくともう非常に分かりやすいわけ。じゃあ A ナチュラルマイナースケール イタンのこのギタースケールは他にじゃあ何と一緒なのってこれ A, A, A で見てみましょう A で見ると、Am、A マイナー A これね A マイナースケールと同じですよね A ここ,このこのブロックがこのブロックがこのブロックと同じでしょじゃあ b 六リアン b 六リアン六リアンこれ六リアンスケールの出発のここが実音だから b 六リアンと一緒ですよね じゃあ B の六リアンスケールと同じってなるわけね。B の六リアンスケールと同じ。音化が同じでしょ。というふうになっていくわけ。だからこれはドリアン。D から D ドリアンと同じ。b 六リアンと同じ。 じゃあ B6 リアンここにもありますね B6 リアンじゃあこれはなんだ E にしたら E にしたらこう E にしたらここがこうなってこうなってますね E にしたらえー、っと 6AE にしたらこ E フリジアンここのこの形と一緒よね3番の個の形と一緒このフリジアン 単半音と全音と全音と半音と全音半音と全音と全音と半音と全音ということは E フリージアンと同じよね b ロクリアンスケールギターは E, e, e フリージアンと同じ E フリージアンと E フリ,ージ,アンス e フリージアンスケールと同じね同じでしょじゃ B6 リアンがここにやっぱりありますよね。B6 リアンスケールがあって D ドリアンスケールがここにあって E フリジアンスケールがここにある。ね。あるでしょということは E フリジアンスケールのこ,のこのこれを練習するということはドリアンとロクリアンとエオリアンも練習したことになりますよね。 じゃあミクソリディアンでいきましょうこれと同じ音感の並びはこう G ミクソリディアンがありますよねここここのこの。このブロック。これと同じ形のところを探せばいいわけですから。パズルと一緒ですね。ああ、なんだここにあるのか。ということは G ミクソリディアン。G, G アイオニアンスケール。違う違う,違う、えー。G アイオニアン G、その E フリジアンスケールは G アイオニアンスケールと同じ。G アイオニアンスケールん。んで一緒かなこう、ここにしたときに、こう、こうこ。う G メジャー。だから G アイオニアンですよね。G、あれ、G アイオニアンってな、G アイオニアンスケール。 g ーアイオニアンスケール。これ g ーフラットになってる。う違う。なんで違うの、これ。間違えた。なんか違うの。これが g よね。あ、ここが違うのか。g ん。ジーアイオニアン。ジーイオニアン。あ、ジーイオン。イオン。 G イオニョンってないの違ううん違うとこ違うな,違うこ違うな G 探してんだけどね G あこれ G だとこの G だとこの形だから違うよねだから G だとこの G ミクソリディ G ミクソリディアになりますよね G ミクソリディアンね。音感の並びが、6弦と5弦は音感の並びが一緒になるわけですね。4弦になってくるとちょっと下がずれてくるんで、6弦と5弦のこの位置関係で見ていかないといけないから、G えミクソリディアンになるわけね。E フリジアン、E フリジアンスケールは G ミクソリディアンスケールになる。G ミクソリディアンスケール、ねここ見といてくださいね。この形ね。 同このこ、ここ,こ、まあ、ここ、要するに3つ空いて、こっちが3つ空いてますよね。これと3つ空いて3つ空いてますよね。でもって、G ミクソリディアン、ここに G ミクソリディアンスケールがこう存在してますよね。というふうに見ていくわけね。ということは、これ、C メジャースケールですよ。もともとは。 イオリアンで C メジャースケールねもともとは C メジャースケールですよじゃあ C メジャースケールの練習をしてたらじゃあ7つのスケールも練習してたことになるわけねそれはどういうことかというと、うん、いっぱい曲をコピーした人のみですよいっぱい曲をコピーしたのみ7つ最低でもこのパターンが出てくるコピーをしないと C メジャースケールだけ弾いてもダメなわけね。ということですよね。ということは、じゃあ、波長長は分かりましたと。波長長は分かったと。じゃあ、G メジャースケールにしましょうと。G メジャースケール。土長長で行きましょうと。G メジャースケールを基準に考えましょうと。G メジャースケールね。 じゃあ、J メジャースケールを基準に考えたときに、やっぱ同じように、こいつを横に持ってきて、もうこの6弦と5弦の出発音から探せばいいわけね。E だったら、この形ですね。全音、半音、全音、半音、全音。要するに、ここを探せばいいわけね。マイナーでしょ。こ E から E マイナー。というとここも、全音、半音、全音、半音、全音、E マイナー。 ここにもあってここにもありますよねこのマイナー G メジャースケールギターっていうのは E マイナー E マイナースケールと一緒ってことよねナチュラルマイナースケール E マイナースケールと一緒ってことこういうね全音全,全音半音全音半音全音こいも全音半音全音半音,全音こことここにありますね ここは音楽ずれちゃいますよ。3弦と2弦はあのフレットが違うからね。だからこのスケールギターにこのモードのこのインターバルをこうまず照らし合わせてその出発点の音が5弦と6弦のどこにあるかというのを照らし合わせて見ていくともう何だってわかるわけよね。わからないことがない。まあ、例えば E のう この、あの、こっちはダメよ。メジャー、5音とか4、ペンタンになってくるダメよ。ディミニッシュもホールトもダメよ。このドリアンとかの井戸振りミえろのね、この中での話ですよ。この E のドリアンスケール。この E のドリアンスケールは D の D メジャースケールと同じですよね。D メジャースケールと。まあ、D ここニカポにして C と同じでしょ。ニカポの C でしょ。ニカポの C。 でカポーばっかりね、つけて練習するとね、こう、鳴らしてる音がその音なんだけど、こう、フォームが C でやっちゃうもんだから、なかなかその辺の、押さえてる音の音下が何,何を今押さえてるっていうのはこう、なかなか見えづらいわけね。フォームでえあの鳴らしちゃうもんだから。だからこう、ここで行くとここに B があって、B マイナー。B があってこう B、B マイナスケール、B の マイナースケールと同じでしょ ?B のマイナースケール。形が。これマイナーエオリアンつまりあの e、E E ドリアンスケールは E のドリアンスケールは B のマイナースケールと同じってなるわけ ?B マイナー B ナナチュラルマイナースケールと同じになるわけね同じでしょここ同じよねということは、 全部スケールが200ぐらいあるんだけどそれを別に覚える必要はないわけよね。この理論が分かってたら覚える必要がないわけよね。説明する時にはその音を中心に説明しなきゃいけないからこれは B のナチュラルマイナースケールですよって言うんだけどこれはね D メジャースケールですよ。これは D のメジャースケール。D からスタートするメジャースケール。こう書いてある。 D のメジャースケールと音の構成音が同じですとかでしょ。この B のナチュラルマイナースケールは D の構成音と同じ。で、あまり意識させない。悲しみを和らげる。ね。コードトーンと Bm7。Bm7 がいいですよとね。で、こうやってまあ見ていくと。 じゃあここでこういうふう、A にしたら、A にしたらね、こう、こっちに2つ、こっちに2つないといけないわけだから、これの、A のミクソディアンスケールですよ。この A のミクソディアンスケール。B のナチュラルマイナースケールというのは、A のミクソディアンスケールになるわけね。A のミクソディアンスケール。この形見たってくださいね。こうせよ。同じでしょ。 A のミクソリディアンスケール。こう縦が並んで、こう縦が並んで、波長長が2フレットで C 弾いてるのと同じでしょ。ということは A のミクソリディアンスケールは、ね、A のミクソリディアンスケール。A のミクソリディアンスケール <laughs>。じゃあ6リアン探しましょう。六リアンここね。D だからこれ、B、E ですよ E の六リアンスケール。ここ六リアンスケールこ。のこの並びね。B、E、 A, B, C か。C の六リアンスケール。ここ、ここね。C の六リアンスケール。A のミクソディアンスケールは C の六リアンスケール。C の六リアンスケール。と同じってなるわけ。あ、ちょっと違うの間違えた。えー、1個ずらさないというかなえっ、ー、と、B、C の C のロクリアンスケール。ミクストリリアン。C の、ん ?C のロクリアンだよな。D、あ、B、C じゃなくて D フラットか。だから C シャープか。C シャープの、C シャープのロクリアンスケールと同じになるわけね。 同じでしょ C, C, ?C シャープのロクリアンスケール。というふうになるわけ。ね。ということは、ロクリアンが分かった。じゃあ、フリージアンも、フリージアンは、えっと、ここにありますよね。このフリージアン。つまり、D フラットロクリアンスケールはここ。C シャープフ、C シャープフリージアンスケールと同じ。C シャープ、えっ、ー、と、ロクリアンスケールは、 C C、ここは C だから C シャープフリジアンスケールじゃなくて C シャープこれ C シャープロクでやんねあとはどこだっけ D えっ、ー、とドリアンドリアンはどこにあるかドリアンはフレーズ的にはドリアンは ないな。ドリアンはドリアンありますかねドリアンはこの、このインターバル探さんというからね、えー、縦にこう3つ並んでるところで、こ、これ、これがドリアンか。ここ、んこれがドリアンか。違うのこれ。いや、ここにこうないとダメだから、こいつ違うよね。 ドリアンどこあるかなドリアンが出てこないねん出てこないなドリアンないところね6でドリアンが出てこないねんどこあるドリアンドリアン今探してるんですよじゃあこれ これが A の、A のリディアンスケール。この A のリディアンスケールと一緒ですよね。B、D フラット6リアンスケールは A のリディアンスケールと同じ。A のリディアンスケールと同じ。A のリディアン。A のリディアンスケールと同じ。ん違うの ?A のリディアンなんで違うの ?A じゃなくて A の 何でしょうこれ。A のリディアン。A じゃなくて、こう、こう、こうだから。あ、違うの。これか。A のミクソリディアンか。A のミクソリディアンと同じね。A のミクソリディアンと同じ。A のミクソリディアンスケールと同じ。ですね。A のミクソリディアンスケールと同じ。つまり、この D フラット このロクリアンスケールは A のミクソリディアンスケールギターと同じ。で、この絵でずっと見ていくと結局何なんですかってなるでしょ結局何なんですかってなった時に結局これなわけよ。結局これでこのスケールをずっと覚えていくともうその 7つのイドフリミエロイオニアンドリアンフリジアンミクソリディアンリディアンエオリアンロクリアンのこのスケールは全部ここにもう覚えたことになるわけよねまあそ,その代わり何曲か練習しないとその曲には該当しないけどということになるわけですよでこれが分かってくるとじゃあこのミクソリディアンスケールだけを 練習すれば他のスケールを全部練習したことになるんですよっていうことをずっと説明してるわけよねこの,この G のミクソリディアンスケール要するに G メジャースケール G メジャースケールを練習すれば C のリディアンと G のアイオニアンと D のミクソリディアンと A のドリアンと E のエオリアンと B のフリジアンと F シャープのロクリアンがこう入ってるわけよね同じ音下その,そのポジションとして スケールのポジションとしてこうセットされてるわけ。ということは、リディアンは出発音を変えて、リディアンどれだっけ ?F のリディアン、これを F に変えたら C メジャースケールに合うわけよね。って言ってこれぐる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 回るね。ね C のリディアンは C のアイオニアンにオルカを引き継いで、C のアイオニアンは C のミクソリディアンに F で引き継いでって言って、メジャースケールの 音がトップノートの基準音が変わったらそのスケールをどんどん他のスケールに変化していくわけよ、ね。その弾いてるスケールがこの大元が変わることによって他のスケールの位置関係にこう音下の整列の並びがこう出発音が変わるもんだから並び方が変わるわけね。兵隊さんが右へ習いってした時に並び方だけが変わっていってそんでもって最終的にその 特選音だけが変化していくわけよね。その何番目の。この,こ,のことが音楽理論の最大のまあ、難しいところって言えば難しいところだけど分かってしまったら何だってなるとかね。ここまで気づくのにものすごく年数がかかるわけね。まあ早い人で10年ね。もう遅い人は気づかない。そうあの曲をコピーしないと分かんないのよ。あの 理論で分かっててもその音の響きが体に染みてこないと分かんないでしょジャズのモードスケールってなるわけね。だから例えばミクソリディアンって言ったらそのメジャーねドレミファソラシドのその死の音が第7音がフラットするだけよね。だから単7度になるからジャズにはうってつけないわけよね。この音を この音をゾ4度つまりシャープ4にしたのがリディアンドミナントスケールですよ。この音を基準にシャープ4を入れたらこれにゾ4度を加えたらリディアンドミナントスケールですよ。じゃあリディアンっていうこのスケールはドレミファソラシドのこの4度の音をゾ4度にしたわけね。ゾ4度にしたということはどういうことかというと ね、天気予報これかこれちょっと削してゾウ4度の音この C の音からスタートした時にこのこの音をゾウ4度これ4度でしょこれがでここがゾウ4度ですよねこの音ですよねでミクソリディアンはこの音 これがスケール上のいわゆるこのリディアンリディアンリディアンのドミナントスケールになるわけですよ。今のスケール。要するに特性音ね。これが特性音。この太字で書いてあるのが特性音ね。であのあのの ギターの本を書いてもねその特性音にこう特化して書いてある本ってあんまないんですよね。この音歌の並並びを適当に並べて終わりまあスケールだからやっぱり7音、ね、8音説明しないとスケールにならないからなんですけど非常に分かりづらいのはそのモードには特性音があってその特性音がただこう変わって引き継がれていくっていうだけがモードスケールになるわけね。 だからリディアンオーギュメントスケールはこれね7度ゾー5度とここですねオーギュメントそのこれがゾー4度とシャープ5になるわけですゾー5度になるわけですねこれがね要するにこのジャズマイナースケールというのはメロディックマイナーアッセンディングというこの このスケールが、メルディックマイナースケールが、ドレミファソラシドのミーが単三度ね、こやつが基本になってんだけど、こやつがフラットセブン、このマイナースケールをフラットセブンするとドリアンになるわけ。で、このことを宇田さんが2時間かけて説明してるわけ。それに237人が、そうだよねって言ってるわけ。 だけど、それ、宇田くんの説明は非常に分かりづらいわけ。あ間違いじゃないんだけどね。絶対俺の説明の方が分かりやすいと思う。ことで表で見せないとね、その音の、この、要するに Am のエオリアンスケールの7度を半音下げたらドリアンですよって言ってんだけどさ。まあ確かにドリアンなんだけど、そう口で言われても分からんでしょインターバルを全部見せて、その音のこやつを、 この7度を単7度にしたらこれドリアンですよって。でこやつの,この6度をフラットさせたらマイナー、えー、ハーモニックマイナースケールですよと。ね。ということはドリアンのモードが分かってハーモニックマイナースケールとさっきのこのここにハーモニックマイナースケールってありますよね。どうだったっけ。こうに、えー。ハーモニックマイナースケールってね。この このハーモニックマイナスケールって一体何,何なのってなるでしょハーモニックマイナスケールって一体何なんですかってなるね。こういうのどこが一体ハーモニックマイナスケールなんですかってなるね。A からスタートして A からスタートして。でそういうふうにこの